タラデガ軍はアメリカ合衆国アラバマ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は82,291人であり、2000年の83,321人から2.5%増加した。軍庁所在地はタラデガ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はマスコギー族インディアンの言葉ティビルベトックから派生しており、 教会の町を意味している。現在のタラデガ軍となった地域に、ヨーロッパ系アメリカ人が入ってくる以前、クリーク族連邦のアビフ家族が住んでいた。タラデガ軍は1832年12月18日に、クリーク族から譲渡されたアラバマ州の地理的中心に、近い領域に設立された。軍庁所在地は1834年に、タラデガに設立された。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は760.25平方マイルであり、このうち陸地739.53平方マイル、水域は20.72平方マイルで、水域率は2.73%である。主要高規格道路鉄道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には、 チーハ三州立公園の一部、デッソと洞窟、タラデガスピードウェイがある。またアルパインは1922年に設立された YMCA キャンプコスビーがあることで有名である。アイドルワイルド、JLM カリーテイ、カイマルガミルと屋根付け橋、スウェインホール、シルクストッキング地区と中心外軍庁舎広場など多くの歴史的建造物があり、 すべてアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。指定外ではマウントアイダとアルパインプランテーションの廃墟がある。ありがとうございます。